さ、三河は川北ってどなたになるんだか全然わからない。三河とその先は小松だとあれですよね。往年の、あれです、歌手のあれになってきますよね。三河健一さんと小松達夫さんみたいな感じのね、そんな並びなんでしょうね。ここ大和の物流基地か。この時間はもう静かになってるんですね。で、それで、川北町、この辺りの自治体は全然ごめんなさい。あ、こういう町があったんだっていう感じのあれですね。でもこんだけバイパス動脈がしっかりと通ってるんで、工場誘致とかでなんか結構できてそうですけどね。帰りはね、そう、それでサブちゃんを回すみたいな、ね、感じでこれ撮ってますけど、基本的に、よう喋れてサブちゃん分の、トーク内容なんですよね。メインチャンネル回すような感じのやつだとね、今後の展開の話とかいろいろとそういうのをね、いろいろとわーっと言っていくところですけど。まあでも、この JR 西日本シリーズがまさに本当に1年またぎのね、えらい長さになってしまってるんでね。いやー、本当は中友線は直接だなと思ったんですけど、ちょっとさすがに距離の計算が甘すぎましたね。パッと見たらね、下道で15時間って寝てたんで、片道。うん。とてもじゃないけど間に合わねえや。7時台でね、終わっちゃいましてね、能見市来ました。能見市から工藤に行くっていう。久戸山村。やめ。それはやばい。まあでも本当に。旧称の一つではありましたからね、こっちの金沢の方とかは。ですし、いい店、いろいろ見つけられたのは本当大きいですね。何の光だ。どっかにフラッシュライト焚いたか。雷ではないでしょう。もうそんな考え部分がいるあれではないと思うんで。ちょっと一回小松で様子を見てみようかな。これなんか。ダミーか。ダミーだね。小松も言っていわゆる工業都市のはずですから。そういうところはね、深夜までやって、こういう24時間営業とかやってる店が多かったりしますからね。あ、さ、小松市入った。さあ、市街地の方に。まではちょっとまだあるのかな。
まあ言うて快適に走れてるのにですけどね。あれ？脳みそに戻った。から小松の市街地行けるみたいですね。狙いの市街地、まあ、小松に行くのが順当でしょう。なんか光ってるね、空が。あ、また小松市だ。プラザへは行ったり来たいですね。あ、ちょいくるもある。もしもさすと24時間営業ってなんか書いてあるとかありますね。フィットネスね。まあフィットネスは、そうですね。おお、山岡屋とゆで太郎もやっぱ24時間でやって、いや、小松は目論見通り多そうですね。イオンもある。これ何店？長田、長田かな、長田南ですね。一応こっちからの中田で、福井の方にも行けるんですね。まあバイパスみたいにあのストーンとは抜けれないですけど、まあでもこの近くは十分かなりストーンと行ってますけどね。あ、ね、カフェもある。おお、あ、明らか、そっちが市街地の方だったのかな。ああ。その町かな。